忘れさせてよ。遠山さん、どうぞ。この映画の企画と主演もしました、遠山優と申します。初めて別府に2日前でしたっけ。僕そうですね、2日前に、はい、2日前に来て、はい、今日はサファリパーク連れてそうなんです。今日はね、あのお昼にそこの、歌のでちゃんぽんを食べ、そして別府タワーに行き、はい、そしてサファリパークに行ってまいりました、はい。もうだいぶ満喫していただいていると思うんですが、別府いかがですか。はい、いや本当に大好きになりました。ありがとうございます。あ、じゃあおかけください。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうこの映画はいろんな方の息子と父の物語が詰まった作品なんですね。僕自身も多少思いがあって作りました。はい、あ、そうですよね。はい、ゆうさんご自身はそのお父さんへの思いっていうのはこう映画の中でなんとなくこの新一と共通している部分っていうのは何かありましたか。まあ、僕もやっぱり父親だけではなくて自分の、あの母親が韓国の人間なんですけど、はい、まあ、割と幼少期の時からいろんな、今はそんなことないですよ全然、はい、そういうのがこの僕の俳優業だったりこのものを作るものの糧になってるなって思うんですけど、うん、割と若い、そうだな、20代前半ぐらいまでは、はい、なんかすごいそういう自分のなんかコンプレックスとか、はい、家族に対するなんか恨みつらみっていうのは非常に持ってるタイプの人間で、あ、そうなんですね。非常にダメな人間だったと思います。だから主演も最初からじゃあご自身でその俳優としてじゃあこれで勝負しようってことで、そうですね、うん、本当なんかきっかけをつかむために僕普段は、うん、主演なんてなかなかやったこともないんですけど、はい、そこは自分でやらせていただきまして、うんうんうん、はい、本当は自分がどうにかなんかチャンスつかむためのきっかけになればなと思ってたんですけど、はい、今はもう本当にとにかくたくさんの人が協力してくれて、最後にあのエンドロールで伊藤茂雄さんと小池恵子さんと共にって言葉を添えたんですけど、はい、まあ、6年かかってるんですよね、はい、ここ公開に至るまで、うん、まあ、そうなると本当に僕の映画に力貸してくれた方々でもこの世にいない方がたくさん実はいて、やっぱエキストラの参加してくれたおじいさんおばあさん、あとはなんか食材とか提供してくれたり、寝床貸してくれたりと、本当にあと事務所にしょっちゅう遊びに来るおじいちゃんとかおばあちゃんとかもいたんですけど、一つずつ冬を越すとあの人もいないんだよとか、なるほど、ああ俺まだ映画完成させて見せることできてねえなって毎回胸が締め付けられる思いでいて、でこの伊藤茂雄さんって方はですね、僕の映画の本当大恩人で、はい、まあ、この人がいなかったら地元がまとまらなくて映画が撮れなかったんですけど、映画が完成した日に亡くなってしまって、あ、そうなんですね、やっと完成して、まあ、映画館で最後その音の調整させてもらってできて、はい、車で東京に戻る道中で連絡が来て、亡くなってしまって、まあ、缶オケに DVD 入れさせてもらって、あ、まあ、ね、本当に後悔してますね。早くどうにかしたかったなって。でもその撮影までにじゃあ何年かかったんですか。撮影まではまあ2、3年だと思います、ね、で撮影が何ヶ月ぐらい。撮影は1ヶ月です。1ヶ月スムーズにやりました。なるほど、じゃあそこから公開まで3年かかった。かかりました。要はお金が足りなくなってなかなかその先に進めないっていう、なるほど、状況で、はい、素材はあるけどっていうことですね。そうですね、10万円できたら10万円分動かしてっていうのを繰り返しやってましたね、うん、はいはい、だから僕はもうありとあらゆる仕事を朝から晩まで、やりました。すごいな。最終的にはカブトムシ取るの好きだったんでカブトムシを取ってヤフオクで売って、すごい、何千匹取ったかな、その年は、はい、ただ取るのが趣味で子供に普段あげるだけなんです。これが取れたよって言われてたので、はい、これ売った方がいいよって言われたんで、はい、もうクリーンカップ買いまくって、はい、もう毎日郵便局行ってカブ
ムシ持ってくるからもう郵便局の女の人たちがまた来たこの虫野郎ってカブトムシ野郎が来たぜって思われるんですね、きっと、はい、だから本当にできる金策は全て、あとはキャバクラの送迎、普段はあの小さい映像会社やってるんですけど、はい、昼間は会社の仕事しながら夜はお姉ちゃん送りして、でその隙にカブトムシ探しに行ってめちゃくちゃ忙しいですね地獄みたいな。そうですよね、だってこの映画のあの浩二さん役、皆さんの覚えてます、浩二さんと一緒に今映像会社をやってらっしゃるんですって。です、ね、だからすごい、はい、彼にとってもなんか役者としてのチャンスっていう。あ、まあ彼は東京を守ってもらってますけど、はい、こうやって地方を一人で車で回って配達してます。じゃあもう本当に仲間内というか仲間たちと一緒にっていうところはあったんですね。そうですね、監督も劇団一緒にやってた人間で、はい、はい、じゃあみんなのその思いを一つにというか、これに全部かけたっていう感じですよね、本当に。そうですね、まあなんか変な感染症に邪魔されてますけど、いや本当ですね、まあ、こうやって舞台や、うん、トークショーやらせてくれる映画館も、はい、本当にあの大変貴重なのでありがたく、しかもすごい歴史のある映画館で、いろんな方にですね、え、ペップでやるんだペルさんによろしくねって言われて、ね、そうだったんですね、すごく楽しみにしてた、はい、だから一人でもね、やっぱ見に来てほしいんで、うん、僕は映画館でもチラシ配って、ね、はい、夜はちょっと受け入れてくれそうなお店でね、宣伝してっていうのをどこでもやってるんですけど、はい、はい、これからも続けたいなと。なんか本当にもうこの映画はとにかく本当たくさんの方に見ていただきたいんですが、もうその映画を皆さんに見ていただきたいという思いでですね、なんと遠山さん東京から車で大分まで来ていた。東京には行ってないです。東京じゃないんだ、東京じゃないんだ。僕はコロナの緊急事態宣言が発信されそうな時に長野県にそうだそうですね、このロケ地に引っ込んでですね、あの全国回るための準備をしてました。そうですよね、なのであの県外から映画館来てくれるなって言われるケースがすごく多いんですよ。でもまあやっぱり宣伝広告費もないんで、自分から行かないと絶対お客さん増やすことできないんで、うんうん、はい、長野から安心してください、はい、あのご安心ください、東京には寄ってもいません、都会にはあまり行ってません東京ではなく長野県飯田市から車で、いやもうね、飯田も帰ってないです。ずっとぐる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 いろんな公開館に行って、ほとんども帰らず車で泊まって満喫行ったり、今回はあのホテル、あの温泉付きのホテルで、今ちょうど別府のお庭っていう素敵なプランがありますのでね、はい、そちらに泊まっていただいてるんですけど、なんとこの後どちらに行かれるんでしたっけ。青森行きます。あ、青森ですよ、はい、車で信じらんない、本当にすごいですよね。でもあの自転車で日本旅している人とかにもこの旅、あの映画の公開中出会ったりしたんで、それよりはよっぽどマシかなと、はい、いや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 、なんかもう比べるところがすごい人たちとの比べあの根性比べみたいになってるけど、台風が来る、上陸する前に、はい、ぜひ車であのもうちょっと四国あたりには、はい、はい、逃げて行っておいてくださいね。本当に今日はありがとうございました。しかもですね、皆さんこの慈しみ深きの公式 YouTube チャンネルっていうのをあの遠山さんがずっとやっていて、その全国行脚の模様をずっとこう配信しているそうなので、皆さんぜひ今日帰ったら登録していただきますようにお願いいたします。優しい応援してくださる方々がですね、僕が道中ライブ配信してるとたまに小銭をくれるんですね。小銭って YouTube からくれるんですか、はい、YouTube か、その見てる方が、あ、そうなん、はい、そういうシステムがあるんですね。投げ銭をしてくれて、で僕はやっぱり孤独な旅なので、はい、ライブ配信でお話し相手になってくれるわけですね、はいはい、それなのにあのジュース飲んでくださいとか言ったりしてるんで、たまにやってますんで。そうなんですね、はい、じゃあ皆さんあの今日受付での投げ銭も全然大丈夫で本当に最後にここだけですか、はい、あの、はい、伊藤茂雄さんとあと小池恵子さんって方が、のロールに最後にありますが、彼女は僕の、恋人役で出てくれた女優さんですが、これが遺作になりました、作品をオーディションしてる時にですね、彼女の友人が僕に会いに来て、彼女のふるさとで撮る映画だって聞いたので、なんとか出演させてほしいとお願いされました。で僕もお会いしたことなかったんですけど、
あの長野県 の, その地元で撮る映画だったので、はい、まあ、ゆかりのある女優さんだと思って、直接お会いさせてもらって、でご病気の話も聞いて、最初ちょっとだけ小さい役で無理のない範囲に出てもらうつもりだったんですけど、今度ロケ1ヶ月前に地元で準備してたらですね、またはその友達がですね、バスで4時間かけて来て、どうしたのかなと思ったら、彼女のふるさとが見たくて、来たんですって言ってくれたんですね。僕はそれにすごい感動しまして、はい、で監督にも相談して、もう一度小池さんに会って、この役やってみないかって言いました。そしたら小池さんも本当にもう飽きがんでね、あの嫁も、知らされてたそうなんですけど、挑んでくれました。で映画の撮影が終わって、半年ぐらいしてから、亡くなってしまいました。なので、まあ、小池さんの思いもですね、はい、乗せて挑んでますので、ぜひ小池という女優がいたことをですね、はい、本当に素敵な方でした。病気のことは僕と監督しか知らなかったんですけど、うん、もう全然撮影中でも心配かけないようにすごく明るく振る舞って、くれて、まあ、小池さんが最後に女優として生きた私がここに残ってますんで、ここ別府では10日まで、やってます。ちょっとね、本当に賛否両論ある映画だとは思いますが、また1度2度3度って見るとまた全然、違った、映画になります。例えば一平さんに2度目見るときはですね、全く改心する気がない男だと思って見てもらうと全然違いがなります。ぜひ、ご家族とかお友達に、あのもしよかったら、いいな、面白かったな、応援したいなって思っていただいた方だけでいいんで、おすすめしていただけたら、幸いです。パンフレットにですね、はい、小池さんのことや伊藤さんのことだったり、まあ、どうやってこの映画を作ったのか、全部書きましたんで、すごく充実した素敵なパンフレットになっております。1冊1000円で、あのサインを、はい、書いていただこうと思いますので、はい、もうすでに買ってありますよっていう方も、あの入り口の方でこう出していただければサインを、はい、いただけると思います。本当にいろんな方たちのいろんな思いの詰まった作品だと思います。今日の感想とかもぜひいろんな SNS で発信していただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。 ありがとうございました。すいません、長々と。ありがとうございます。またぜひいらしてください。このコロナがね、落ち着いたら、もっとたくさんのキャストの方や監督さんも連れて、ぜひまたブルーバードに遊びに来てください。本日は誠にありがとうございました。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 皆さん、ちょっと最後に記念写真を撮ろうと思いますので、あ、どうぞ、富山さん、真ん中のお席にお座りください。はい。うちの館長がお隣に、今日はいつもありがとうございます。ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。坂本監督、約束通りあの T シャツ着て舞台挨拶したんですけど、この T シャツは一体何の T シャツなのか言わずに終わってしまったので、君の絵を描くのことは、カバーを持ってくるわ。カバー言っていいだろ。18日から24日、お願いします。皆さんぜひ見に来てこの T シャツゲットしてください。ベッドウィルバードさん、ありがとうございました。